皆様、こんにちは。31歳でゴリシタファイヤーということで、今日は、号外テスラニュース、テスラ、道場。これは AI チップなんですけれども、AI チップ参入が判明し、キャシー僕もツイートでやってますし、道場のこのね、あの、カンファレンスもやっていたということで、テスラ、そしてビットコインについて話していきたいと思います。まずは、ね、昨日のですね、テスラの株、マーケットを見てから、 次にファンダメンタルのニュースを紹介していきたいと思いますので、スマッチョの方よろしくということで、テスラ257で、まあ、昨日のね、同情関連のニュースが、まあ、昨日ではないんだけどね、実際問題。まあ、3日、4日ぐらい前に同情の話は出てたんだけども、まあ、とりあえずその影響があったようには見えなくもなく、別にそれがあったから上がってるわけでもなく、とりあえずここからね、1回上に戻してダブルトップから、また下に戻ってきてくれるんじゃないかなという状況。 まあ米株特にグロース株に関しては、昨日 GDP がアメリカのやつか、ね、あの予想だに強かったから、ってことは利上げ続くだろうと思うと、半年後以降までは、米株買いはね、あの街でいいんじゃないかなみたいな感じになってきてるので、総理的な米株、グーグルとかアマゾンとかね、一回上がってきてるので、その状況で今、上でストップしてる状況ですね。うん Google、とかもそう こうね、1回戻戻してて上にまたたってくるんじゃななないいかなみマイクロソフトとアップルだけは違うけどもね、こういう感じで。ただ、アマゾンも、まあそうね、アマゾンとアップルすごい似てるね。ずずっと上がってきて、でもね、そろそろね、この QE の嵐みたいなのが終わるんじゃないかなっていうふうなのもあるから、まあ、とりあえず今上げてんのは、まあ、確かに AI 特需みたいなのはなくはないけども、それだけじゃなくて、まあ、利上げで、まあ、利下げするまでのね、 大体あるんだけども、利上げしてるときの、ね、最後の終わるところの直前って一番ね、ブルガモたちが、まあ、がっつりとあの入れてるから、まあ、それを考えると、まあ、今ってのは、まあ、ブルガモ万歳劇場じゃないけども、ブルガモバードウォッチング、うん、状態なんかなっていうふうに思ってます。これはね、昨日ツイートで一応出して、まだ紹介はしたいんだけども、あのこれ、リクイリティがね、ビットコインじゃなくて、じゃなくて株価がね、上がってる。それは 利上げを、ね、止める前が一番、ね、熱くなってきて,るっているのが、まあ、リツイートでしたんだけどもこれから2001年 .com2008 年リーマン2023年コロナ 9E インフレどちらも大暴落前の株高時リーテールががっつりカムネブッコでブルトラされてたパターンで数字を嘘つけないねということで大,ロ大暴落前に株高でがっつり入ってたということでこれが、ね、チャートであるんだけども、まあ、これ何かというと見てみると ね、これフェデラルリザーブが青 SP500 がオレンジね SP500 これねリーマンショックの時がじゃないドットコムでしょでリーマンショック2008年で今2023年ぐらい上がってるんだけども青がこれフェッドリザーブまあ QEQT みたいなもんだよね、うん、これめちゃめちゃこれ利上げ止める前利上げ止める前上がってたんだよね これもそう。2008年のリーマンショックから落ちる前、がっつり上がってた。ね。リーテールマニーファンズね。これフェデラルリザーブではないね。リーテールマニーファンズってやつだな。リーテールマニーファンズだから、リーテールの機関投資家ってわけじゃないと思うんだけども、まあ普通の一般人の人たちのね、うん、マ,ニタマニーファンズって何なのか僕はわかんないけども、それががっつりと上ってたときが SP5 バントのてっぺん。リーマンのときもてっぺんのときでしょ。うん。 今どうなってるかというと、がっつりと上がっちゃってるいっちゃってるっていうことで、まあ、これがね、いずれ落ちてくるんじゃないかなって、まあ、リクリティねあの、まあ、バキュームで減らしてるから、QT で、コンティテイティブタイトニングでね。あと半年もしたらすごい縮いくんじゃないのって話で、まあ、SP5 であってんのは、まあ、これで、うん、お金ジャブジャブ入ってきてて、っていう話があると思う、うん。これ昨日ツイートしたやつなんだけどね。まあそれ以外にも、あのー、 ね、GDP が予想だに強かったっていうのもあって、これはさ、パウジ利上げ継続でしょってインフレ落ちてこないよねって話だから、まあ、フィリップスカーブの話もしたけどもね、あの失業率が、インフレ対峙すればするほど失業率上がってくるっていうね、まあ、あれがあるから、まあ、昨日のかな、これ、号外、米 GDP の Q1 が予想の1.4%を超えて2%、この意味とは、インフレ継続からの利上げ必至からの逆イールドがめっちゃ深くなって、 それからの大暴落。っていうことで、まあ、すでに逆入りのね、最新値、タッチしてはいるんだよね。マイナス1.02。すごい深くなってるよ、これ。うん。だこれ、ダブルドボ、だからこれ、ね、これ上がってくる前のダブルボトムなんじゃないかな、みたいな話。2008年をね、これ、回想してみるけども、これ2008年ね。うん。だいたいダブル、トリプル、ね、さおしめ作るよね。だこの時ね、1回目、2回目。 で、3回目みたいな感じで作ったよね。うん。で、大体この期間って大体1年以上続いてたんだよね。2006年の1月から2007年の7月ということで1年半。ね。この時、シングルトップ、ダブルトップみたいな感じで、この期間は2000年の3月から2000年の12月ということで半年間ね。うん。じゃあ今はどうかというと、まあ、こう見てみればわかるけどね。こ1回。 まあこれ1回って見る人もいるかもしれないけど、1回、2回、3回みたいな。わかんないけどね。まあ、おそらく、今の状況だと、これが1回でこれが2回目、うん。で、ここから3月から1年経ったとしても年末だからね。まあ、1年経ったら3月だけど、まあ、それぐらいの期間のね、時間軸で見てみると、まあ、この後上がってきて、そうすると SP500 が大体暴落してくるみたいなね。あ90%以上の確率だから。ってことで、まあ、それがあるね。まあ、逆誘導。まあ、それだけじゃなくて、まずインフレ継続レしショって話だよね。GDP がこんなに強いと。 パウジーはこれで、ね、おったまげだと思うんだよね。うん、そして、えっ、ー、と、まあ、テスラがねあの、テスラ道場 AI チップビジネスさんに、これはエンビレの波によるかってことでね、これ。テスラ道場、スーパーコンピューター AI チップ。I'm frequently asked why is a car company building a supercomputer for training? And this question fundamentally misunderstands the nature of Tesla.Tesla Tesla is a hardcore technology company. なぜエレクトリック・ビークルの、ね、電気自動車のテスラが AI チップを、ね、作ってるんだって思うかもしれないけれども、テスラというのはテクノロジーカンパニーであって自動車カンパニーでありません。人類,がね、あの人類が良くなるようなテクノロジーを、ね、作ってるから、そのための一つとして AI チップというふう話です A very small piece of it in the semiconductor group. Um, tonight we're going to talk a little bit about uh, Dojo and give you an update on what we've been able to do over the last year. Um, but before we do that, I wanted to give a little bit of background on the initial design uh, that we started a few years ago. When we got started, the goal was to provide a substantial improvement to the training latency for our autopilot team. Some of the largest neural networks they train today run for over a month which inhibits their ability to rapidly explore alternatives and evaluate them. So you know, a 30x speedup would be really nice if we could provide it at a cost-competitive and energy competitive way. Um, to do that, we wanted to uh, build a chip with a lot of arithmetic, arithmetic units that we could utilize at a very high efficiency. And we spent a lot of time studying whether we could do that using DRAM, various packaging ideas, um, all of which failed. And in the end, even though it felt like an unnatural act, we decided to reject DRAM as the primary storage medium for the system, and instead focus on SRAM embedded in the chip. SRAM provides, unfortunately, a modest amount of capacity, but extremely high bandwidth and very low latency. でメモリの話してていかにねこの効率的なねメモリチップ開発できるかみたいな話をしてて、メ,メモリチップじゃないねチップだね。で d r a m っていうのがあって、d r a m っていうのと、今言ってんの SRAMUTINO まあゴリア、ね、そのハードウェアのところそんな詳しくないけどもう d、DRAM とか聞いたことあるね。s r ムの方は、なんか結局、エフィシエンシーが高くて、うんぬんで、だから自社開発してるってことだね。結局、エンビディアとかに頼らずねうね、ん。ということで、Tesla just announced its next multi hundred billion dollar business multi。Multi hundred billion? 1>, 1ビリオンが1000億円でしょ。ってことは10ビリオンが、えー、1兆円。ね。100ビリオンが10兆円だよね。うん、Multi h u n d r billion。うん。だからこれ13兆円とかね、93兆円とかってそういうレベル。何十兆円レベルのビジネスをね、リリースしたってことで、これテスラ道場。うん。このテスラ道場の話なんだけどね。これよ。えっ、ー、と、AI チップをリリース。スーパーコンピューターじゃないよね。 レベルのインハウススーパーコンピューターを、えー、とリリースするということで、まあ、これエンビリアにね頼りたくないよねっていうのもあるし、まあ、すごいあの AI でマシンラーニングとかディープラーニングとかね、それするためには、すごいコンピューテーションパワーが必要で、それをね今のところ多分、多分 AWS とか使ってんじゃないの、うん、?AWS のクラウド上でとかってやってると思うんだけどもその自社、自社でパソコンとかデータセンター持ってないと思うんだよ、スラら。 で、それをだから、あの、まあ、他社だと値段が高くなるから自社開発しちゃおうよみたいな多分データセンターも作っちゃうんじゃないのわかんないけど。うん。ものすごい量のね、これディストリビューティッドシステムって言って、分散型のね、データセンターで CPU をね、スタック、スタック、スタックで重ねて、メモリーも重ねて、すんごい量のコンピューター、コンピュータュータキャパシティを持つわけよ。これ見てみればわかるけども、720 nodes over 8 times 808GB。ね、これやばいレベルよね。うん。 10ペタバイトホットティアエンビリアだろうねストレージね、1.6テラバイトパテラバイト BPS テラバイトパーセキン720ノードで720個のコンピューターねやばいでしょ640テラバイトパーセキンめちゃめちゃねトランスファーするスピードも光通信とかあれさ100ギガバイトパーセキンとかそういうレベルだよね 1TB を聞いたことないよね。でも超ねインダストリー用の、ねあのー、CPU のチップみたいな、うん、のが作られるってことで、これね AI 関連で他の、ね、人にね他の会社に提供するっていうのもあると思うから、まあ、これが、ね、何十兆円のビジネスになるんじゃないのみたいな話がテスラのね、うん、これはまあ豪快なんだけど。うん、だこれあの、オプティマス、ロボットが来たら、あのこの世界は、だからテスラはゲームオーバーだとかってイーロン・マスクが言ってたんだよね。 テスラの株のほとんどはオフテマスのロボットからのあれで来るんじゃないかっていう風にイーロン時代が言ってたわけよね、うん。で、オフテマスが熱いってのは2025年ぐらいからだと思うんだけども、まあその前にさらに新たにね、あテスラ道場って AI チッププロダクションを始めちゃうっていうさ、もうどっちの方が熱いのみたいな話でキャッシー僕も、ね、ツイートしてたのよ。で、We just finished another exciting brainstorm on Tesla's p l a n to d o j o ramp. Its ramification for フルセルフドライビングカーと Nvidia、The l i k e r for the Bitcoin ETF、and the first topical gene therapy for a rare and debilitating skin disorder。ってことで、これね、あのアークインベストの YouTube で多分乗ると思うんだよね、もうすぐで。だ、だから今録音したよって言ってて、あのまあテスラの話でしょ、道場の話でしょ、あとフルセルフフルセルフドライビングカーの話でしょ、エンビレーション、あとビットコイン ETF ね、ブラックロックの話ね。っていうことで、まあいろいろと最新のね、状況情報が出てくる。 でビットコインに関してはあの、今ちょうど3万ドルで、ここがね、レジスタンスになるのかならないのか、一応あるんだよね、でっかいレジスタンスは、ここにね、うん、これ黄色になってるけどさ、ここね、ここにあるわけで、これを一回反発して落ちてくれれば、まあ理想なんだけども、まあ今のね、ファンダメンタル的に言うと、なんか爆発的な、ね、勢いが来てて、上に抜けることも考えられなくはないって話なんだよね。で、それがこれね、あのこれ何ビリオンって話だよね、これ。 101.4 trillion in Bitcoin and Ethereum yanked out of crypto exchanges as large players return. というこ,とでこれ毎日1 million ぐらいお金が入ってきてるっていうのがこれに書いてあるんだよ。これ,ねこれは、transaction count by size で毎日のように1 million ぐらいお金が入ってきてるインフローがあるみたいな話でこれすごいことだよねっていうのがこのニュースに書いてあるんだよ、ね。えー、とねこれね trans、transaction over $1 million reach a yearly high だから100、違う、1.3億円以上のトランザクション。1人だよ、多分。1人の人の購入額が1.3億円ぐらいのトランザクションの数が、うん、過,去過去最大レベル。つまりクジ、クジランが1回でね、男買い1.3億円以上をやってる人たちが過去1年間で最大レベルっていうことでね。ヤ、う、バ、ん、たんでしょう、ね。これ、書いてあるオレンジのが、オレンジのヒストカルグラムが1ミリオンから10ミリオンだから1.3億円から13億円の間の トランザクションの数がさ、すんげえ増えてんのやばだにえんじゃんこれ。っていうことで、まあこれクジランが活発になってきてるよねっていうね、ビットコインの話。で、まあビットコインね、ブラックロック ETF もそうだけどさ、まあその関連でね、ぶち抜ける可能性がなくはないっていうのが一つと、まあテスラ、だだ,だビットコインとテスあのベーカーはちょっとね、今ね、相関しないからね、外れてるからね。うん、なんかブラックロック関連、ETF 関連の方の、あとブリックス関連の動きがビットコイン、まあ、まあ、プッシュしてて、 テスラとかに関しては、アップルに関しては、確かにあの AI の云々の話とかね、それは確かに熱いんだけども、まあ、まあ利上げとかそれにはね、多分ね、打ち返せないんじゃないかなって個人的には思ってるから、ちょっと違う動きをね、向こう半年、1年ぐらいするんじゃないかなということを考えて、ゴリはね、一応動きをね、えーとまあ、模索してるというか、まあ、トレードシグナル、あの昨日、おとといか、おとといも AQ ゴリミアムファイアネットワーク参加のね、 あのリクエストがあったんだけども最近ずっとねその話してなかったんだけどもまあ,あのそっち系のねあのトレードシグナルの方をそっちで出してるからそっちの方もねしばらく、ね、出てくるんじゃないかなと思いますということで、まあ、本日はですねテスラ道場の話と、まあ、ビットコインねキャッシュー僕が注目してる話をしてみました、まあ、ちなみにですねビットコインのフィアとグリーンデ n e x は非常に高くて62とかねそういう状態今56だけども昨日一昨日い62だったよねこれ、うん、そうだね、うん、っていう話で 実際はこれ買いたくはないレベルなんだけれども、確かに60とかでも、この時にめっちゃずっと上がってたからね、60,70,80で。だから、その時に買わないっていうと、こうね、ブルーラウンを逃してしまうっていうね、あれもあって難しいところであるんだよね。うん、まあ、ということで、まあ,あ、何が正義かって結局 DCA は正義ってことになってしまうんだよね。うん、まあ、ということで、まあ、普段言ってることをね、まあ、忘れずに投資っていうのが長期だよね、楽しと DCA は正義ね。うん、あと、長期保有っていうことです。 ということで、本日は簡単ですけれども、えー、この辺でねニュースを終わりにしたいと思いますので、役立ったと思ったらね、ねぜひスマッチョの方をお願いしたいなと思うことで、最後ね特別のキャンペーンがあるので、皆さんねこちら紹介しますね。短期トレードするなと言ってるのにポチポチしてしまう。そこのお前ら、お前らに言いたいことがある。どうせ短期トレードするなら、この取引所でこれに。 財政代プロテインンスここで企業のスポンサーを発表 FXGT というプラットフォーム FX 仮想通貨ビットコインイーサリアムゴールドコモディティ株式米株テスラとかアップルなども含めオールインワンでトレードができるこのメリットがなんと24時間日本語対応のサポートさらに今ならゴリの視聴者に特別にキャンペーンとして KYC つまり審議登録で入金不要 KYC をするだけで1万5千円分もらえるトレードができちゃうもっと使ってみたい方は10万円の入金でさらに10万円のボーナスがもらえるので合計2万1千いや21万5千円の照合金でトレードができるさらにここの強みは仮想通貨だけではなく 円やドルで証拠金を入金することができるので、ステーブルコインを他の取引所から送金する必要がない。さらに、ロングポジションの場合もスワップ手数料が無料なので、ビットゲットやバイビットと違って、長期保有する場合手数料がゼロ。この機会に登録して試してみてくれイチャてるということで、皆様、またあとでお会いしましょうバイバイ